ある朝僕が目を覚ますと家で亡くなってたから見えた。会社のことも家族のことも全て風邪のに戻ったみたいだ。僕はため息ひとついでいつものようにテレビをつけてコーヒーを飲み食パンかじり流れてくニュースを眺めていた。息ひとついでいつものように服を着替えて寝癖を溶かし靴ひも結び流れゆく街へと歩き出したんだ。追いかけて追いかけて数字から手の世界へ振り返るその時に初めて気づくこと。僕だけに許された明日を選ぶ仕方に落ちてゆく。僕を形作るものは具体的かつ抽象的で数字に弱い人間はほらこの世界では生きてゆけないの。一つかけ一つかけこの手の中に残ったその砂を守れずに頬目落ちてしまう。僕だけに許された僕をやめる原点でさえももう誰かに支配されていた。追いかけて追いかけて数字から手の世界で立ち止まるその時に初めて気づくこと。僕だけに許された今を選ぶ原点でさえも僕自身に支配されていた。前の予防にそこにあった。僕はため息ひとついでいつものようにテレビをつけてコーヒーを飲み食パンかじり流れてくニュースを眺めていた。